去年まで、生放送の帯の番組をやってた陣内智則君と、はい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 、でいろんなゲストの方がいらっしゃってて、もう生放送なんで何が起こるか分からないし、はい、時間も見ながら喋らないといけないし、で大女優さんとか、はい、結構演歌の大御所の方とかもいらっしゃってくれてる中で、はい、どうしていいか分からない回が1回ありますよね、はい、ゲスト入れられましたということで、はい、不思議女優で有名な、だから私の世代的には不思議女優って知らなかったんですけど、宇治谷美和子さんなんですけど、入られて同じ吉本だと、でもなんかスタッフはザワ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 と、もしかしたら生放送の朝なので当日気分によっては来られないかもしれません。でもまあまあそれは生放送でなんかこういういろいろごまかせ、来なかったら来なかったで面白くしようと、もう仕方がない吉本だから事務所が一緒になったから入れるということだった。なるほど。でまあ、いらっしゃって、まあ、ちょっと軽く顔合わせをして、まあ、すぐ始まるんですよ大阪の番組って。もう5分ぐらいで顔合わせして、うん、もうほんとしないんでバーッと始まって、パッと見たらいらっしゃらない。で、さっき言ってましたね、打ち合わせの時に言ってました。5分前言ってました。でも仕方が生放送なんで始まって、おはようございますって言ってタララッタって流れたら、なんかふわーっとした感じでこう入ってくる。そのまま、はい、本番中ですよ、生放送ですよ。で、相手の席にふわーっとついて、ふーって、ニコ、ま、笑顔の素敵な女優さんですが、あ、ま、どうしたんですかねって、さすが大女優さんなんで、ちょっとこう、みんなと一緒にね、来られませんから、ちょっとこう、間を空けていらっしゃったんですね、藤谷美和子さんです、よろしくお願いします、なんて言って。もうずっとこうなんかテーブルをこう終始撫でてる。でだからその番組進めていく間に大阪 の犯罪、まあね、悲しいですが多いじゃないですか、ワーストランキングみたいなの出て、じゃあ何でしょう、3位じゃあひったくりとか ね、違法駐車で1位藤谷さん、まあ、ゲストなんでね、はいはいはい、ここはもう一か八かです。なるほど、怖いな。まあ、ひったくりとかアーティストが出てますよ、1位喋ってもらうんだから、喋ってもらうんだから、もうずっと喋ってないから、ちょっと怖いとか何聞いても1位、美和子さん何だと思いますかって聞いたら、犯罪歴ですよ、1位です、シュークリームって言い張りました。まさかの、はい、スイーツ返し。俺からスイーツ返し。あとどうしたの、でどうしようと思ってパッと陣内君見たら下向いてます。いや、他のパネラー下向いてて、お客さんも下向いてます。それ多分シュークリームは多分去年でしたねと。ああ、もう去年のことや、去年で、今年で、今年でとやって、じゃあ何だと思いますか、もう一回振り直して、シュークリームなのに。コマーシャル。でコマーシャル入ったらやっぱりこう違うんです。藤田さん、じゃあ お茶でも飲んでくださいって言ったら、これは飲めないって言って、マネージャーさんの方チラッと見たら、マネージャーさんが飲み物持ってきたんですけど、びっくりするぐらいの蛍光色のピンクの飲み物グググって何入ってるか分かりません。絶対お茶の方がいいやんな、あんな色の飲み物海外でも見たことないですよ。